7頭のゲートインが終わってスタートしましたやや3番の湘南ラプンタ後ろからになります先行争いですゴーディアンノットシュバルトリリエそして外からは7番リチャードバローズ前3頭ですポジションを上げていく3番湘南ラプンタ4番手あとは1番のサウンドチアフルです あと,2番あとは4番のサトノシトラーセがいて一番後ろから運ぶ形5番のブーヤカ1コーナーをカーブしてこれから2コーナーへとかかるところですまず先手を奪い切ったのは7番リチャード・バローズ逃げてリードは4分の3馬バシンから体半分内から2番のゴーディアン・ノット首差まで接近並びかけて今度は先頭を変わるか向こう上面です3番手の位置6番のシュバルト・リリエが追走ですシュベルト・リ,リエが追走しております そしてその直後ですがうち1番のサウンドチアフルがいて外は4番のサトノシトラーセそして3番の湘南ラプンタ後方から2投目5番のブーヤカ最後方からレースを運んでいますさあ各場これから3コーナーカーナカブしていきます。 2番のゴーディアン・ノットわずかに先頭リチャード・バローズが2番手の位置ですそして3番手の位置6番のシュベルト・リリエが追走3番手そして34コーナー中間にかかっています外から3番の湘南ラプンタ若干ポジションを上げ始めるか内は4番のサートノシトラーセ最内1番のサウンド・チアフル一番後ろになっている5番のブーヤかさあ第4コーナーカーブまもなく直線に向かいます先頭ですがリチャード・バローズ シュベルト・リリエが外から並びかけて今度は先頭変わりますかこれを外から3番の湘南ラプンタがトライエントばかりに上がっていきましたさあババの4部どころでの攻防は6番のシュベルトリリエシュベルトリリエ一気にかわした3番の湘南ラプンタさあ湘南ラプンタが先頭と変わった2番手6番のシュベルトリリエ先頭は3番の湘南ラプンタゴーリン2着争いどうでしょうか6番のシュベルトリ,リエ粘るところ内から接近4番のサートノシトラーセです